私の父はすごく厳しく、笑っている顔など見たことがないような人でした。小さい頃から遊んでもらっていても、勉強を教えてもらっていても、とにかく厳しく、ちゃんとしてないと怒られていました。ただ、今にして思えば、真面目で一生懸命な人だったんだなと思います。そんな父が、私が中学校2年の時、仕事中事故に遭い、亡くなりました。悲しかったのですが、そろそろ受験の準備などがあるので、勉強もしなければならず、その頃は本当に心がぐちゃぐちゃでした。そんな時、私が部屋で勉強をしていると、どこかから視線を感じ見回すと、電柱の陰からこちらを見ている人が窓から見えます。気持ち悪いと思いカーテンを閉めたのですが、閉める瞬間その人影が父に見え、すぐに開けたのですが、もうそこには誰の姿もありませんでした。その後、無事高校受験も終わり、入学式の朝、家を出るとまたあの視線を感じ、見回すと一つ先の曲がり角に人影が見えたのですが、それは間違いなく亡くなった父でした。いつものような仏頂面をして立っています。私は慌ててそこへ走ったのですが、もう誰もいませんでした。それから父は時々現れるようになり、いつも仏頂面でこちらを見ているだけで、私が近づくと消えてしまうのです。最初のうちは何か私に怒っているのかなと思ったのですが、徐々に私もそれに慣れてきて、視線を感じると、ああ、また来てるな、くらいに思うようになりました。そして私が成人式に出た時、いつものように視線を感じ、来てるなと思い見回すとやはりいます。けどいつもと違い、その日は父が笑っているのです。その瞬間、父はいつも私を心配して見守ってくれていたんだと気づき、涙が出ました。それから父の視線を感じることはなくなり、やっと安心したのかなと思っています。